し、頑張れ頑張れ。あ、今あんまでかった。あがんばれがんばれがんばれ。今日全然こぼさんな。あれ、こぼさんじゃん、すごいじゃん。これ吸い取るってお前これインチキだぞお前すごいじゃん、頑張れ、すごいじゃん。今日こぼさんな、すごいすごい。タイプちゃうけんもんな。すごい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 。なに、永田さん探しとったの。すごい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 。すごいじゃん。今日調子いいじゃん、ジャック。開けろ、開けろ、開けろ、開けろ。お、上手じゃん。すごいじゃん、ジャックちゃん。ね、食べてる姿見て。上手に出すなって、お前は。頑張れ、頑張れ。あ、昨日は。よし、頑張れ。やばい、頑張れ頑張れ。今日いいな、今日調子いいな。今日俺慣れてきたかな。そうですね、調子いいね今日。調子いいですお互いにもうほんのちょっとずつしか入れてないですよね。うん、うん、それが少しでも多いとくから、うん、ちょうど硬さもちょっと今日ちょうどいいかもしれない。あんま柔らかいとね。そうですね、ドロッと出てしまうので。あら、調子いいじゃん。全然こぼしてないじゃん今日も。これがあいつもやるやんだけどね。あいつも朝時間ないんでね。この間ここで一回やらしたらもうドボドボにこぼしとったで、はい、無理。それたまたまあの前の小次郎で慣れとるじゃんね。あ、猫ちゃん自分でもこうだったよね。そうですよね、猫ちゃん難しいのでね。まあ、ワンちゃんも難しい、子は難しいですし、猫ちゃんは特にもこうしてちゃうから。猫ってさ、飼い主の前で死なんて言うじゃん。うん、はい。小次郎が通っとった時にさ、前の日の夜にさ、絶対普段ベッドで寝とるとベッドに上がってこんのだろうね。で横来て、こうやってベッドのとこに手を置いたら、なんだとかって言ったら、掘るのって言ったら、ベッドの上にシュッと乗って、ボーンとこに腕枕で、初めてここで寝たので、ああ、こいつ死ぬわと思って、やっぱ次の日だったもんね。ああ、そうなんで、朝またでもやらなかったので、誘導食やっとったら、こたつテーブルの上でやっとったんだけど、やっぱ死ぬ前とこう肉球が滑るんだね。力がなくなって、うん、なんだろうね、これが、うん、反応しんのだろうね、うん、でツルツルって言われて、あ、やっぱダメだと思って連れてきたら、やっぱその日に亡くなっちゃったんだけど、うん、でも死ぬ前にさ、ね、一緒に添い寝に来たってことはさ、あ、こいつなんだかんだ言って俺ちゃんと飼い主だと思っとってくれとったなと思うじゃん。そうですね、うん、で動かしてるかも、こうやって寝ながら真っ暗な、こうやって写真撮ったもんね普段なんか言うこともいかんのにさ、犬は言うことけど猫なんか言うこといかんじゃん。そうですね、あいつ風呂入れるの一番大変だったよねちっちゃい時から言うとったんだけど、ちっちゃい時から嫌がっとったもんね、はい、あ、そうですか。えらいじゃん今日、どうしたの、ジャックちゃん。全然、まあこれ可愛いよね、こうしてる今日。うん、そうですね、すごい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 。でもあれだね、お腹空いとったかもしれないけど、朝はもう餌のとこ匂いが嗅ぎに行っとったで。上手やね今日。ねえ。何？上手だよ。長谷さんのデイカポしとんのお前。うん、上手だ。今日俺はちょっと慣れてきた。これがね、でも大体、まあ、10分かからんけど、10分近くかかるじゃん。それを計算して朝やるのね。まあ今
今でも全然5分ぐらい。いいじゃんいいじゃん今日。まあ量少ないっていうのはあるんですけど。そうやね、11少ないでしょ。11はまだ少ない方なので。で食べてくれやね、これやるの少ないね。そうですね。あと足りない分だけやってもらうんだけど、ね。夜をたくさん食べてくれるんだね。で朝少しでね。うん、そうですね、昨日めっちゃ食ったもんねびっくりしたもん。やっぱりここで流動食やらなかったから多分お腹あ、ね、多分空いてたと思う。俺がやっても食べんのだよ、ハンドフィール あんま食べんのあいつがやると結構食べる。あ、そうなんですか、うん、全然違う。何が違う。だから基本的に女の人が好きだよ。まあ、ていうか向こうが飼い主だよね。あ、そうですもともと飼い主さんだったんですね。こいつは俺が後で来とるで、俺の方が下に見とんじゃん。でも散歩と餌は俺がやるで、俺ね。だから絶対散歩でも俺の前歩かせんもんね。ああ、先に。ふいって引っ張って横に並ばせな感じな。そうですね。それだいぶ、だいぶやったらね。頑張ってるな、ちゃくちゃも。こいつ自分で訴えるもんね、さ、昨日の夜もさ。うん、11時か11時半ぐらいかな。普段向こうにあるんだけど、俺の膝来て、コン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 になるもんね。あ、そうか、おしっこうんちかと思って、雨降ってると外連れてたら、もうそこでおしっこして、その後うんちで。自分で訴えるもん。もう泣き方が違うもん。この間もさ、大きく泣き方がこう来て、うん、あ、はいはい、あ、ちょっと多分おしっこでしてきますって。おしっこを訴える。賢いね。賢いんだ。今日お前、デラ上手じゃん、お前。ねえ。これが朝のコーヒーだったね、うん、夜いっぱい食べればこれ前よし、ジェラ上手だよ、できたぞお前、よし、ありがとう、えらいかった。